アルコール、化学においてのアルコール、とは、炭化水素の水素原子を、ヒドロキシ元で置き換えた物質の総称である。ただし、方向間の水素原子を置換したものは、フェノール類と呼ばれ、アルコールと区別される。最初に、アルコールとして認識された物質は、エタノール、主性である。この歴史的経緯により、俗に、単に、アルコールといえば、エタノールを指す。 アルコール類は生体内での主要代謝物の一つであり、生体内に多種多様なアルコールが広く見出される。ロウはセタノールなど高級アルコールであり、脂肪、中性脂肪はグリセリンと脂肪酸とのエステルである。そして、糖類もアルコールである。ケトースやアルドースのカルボニル元が還元されたエリトリトールやキシリトール、ソルビトールなどは糖アルコールと呼ばれる。 ヒドロキシ元が結合している炭素原子に結合している炭素原子の数で第1級アルコール、第2級アルコール、第3級アルコールという区別があるヒドロキシ元を酸化すると第1級アルコールはアルデヒドとなり第2級アルコールはケトンとなる第3級アルコールは酸化されにくいなおメタノールは炭素原子同士の結合を持たないが酸化して ホルムアルデヒドとなるので、一般に、第一級アルコールに含まれる。それとは別に、炭素数が少ないアルコールを低級アルコール、炭素数が多いアルコールを高級アルコールと呼ぶ。低級アルコールは、無色の液体であり、高級アルコールは、老状の個体である。さらに、結合している、ヒドロキシ元の数が、N 個であるアルコールを、N カアルコールという。2カールコールは、 特に、グリコールとも呼ばれ、エチレングリコール、グロピーレングリコールなどの例がある。グリコールは一般に、粘性や沸点が高い。酸化アルコールでは、代表的なものに、グリセリンがある。一般名では普通、対応する、アルキル元の名称にアルコールの子を続けて、命名する、例、メチールアルコール、エチルアルコール、グロパノールの場合、ヒドロキシ元が、プロパンの末端、 1>, 1位炭素におけした1級アルコールに、ヒドロキシモとが結合した構造から、N、プロピルアルコール、N、プロピルアルコールと呼ばれる。一方、プロパンの中心、2位の炭素に置換した第2級アルコールと、ヒドロキシモとが結びついた構造から、アイソプロープルアルコール、イソプロパノールと呼ばれる。また、イソプロパノールは、第2級であることから、セック、プロピルアルコールとも呼ばれる。 タートの窃盗語は、第3級アルコールを示す。例、タート、ブチルアルコール。二つのヒドロキシ元を持つニカアルコールの場合は、ニカの、痴漢記名、エセリーン、プロピレンなどに、グライコールの語を続ける。例、プロピレングライコール。IUPAC 命名法によると、蒸気の一般名も維持されるが、IUPAC の推奨する組織名では対応する。 アルカンサの名称の末尾の E をオルに変えて命名する、例、メタノール、エセノール。ヒドロキシ元の位置については、結合している炭素が末端から何番目かを表す数字をオルの前につける、例、プロパンマイナス1、オル、プロパンマイナス2オル。他にも、置換器があり、ヒドロキシ元が好きにならない場合ヒドロキシの5を前につけて表す、例、2。 ハイドロキシプローパノックアシュット。またタカアルコールの場合は、オルオ、ダイウール、ニカアルコールの場合、トリオール、サンカアルコールの場合のように、オルの前に数字をつけて命名する。一番号の付け方は同様である。アルコールの語源については、正確な起源が判明しているわけではないものの、あるが、アラビア語の定冠詞であることから、アラビア語に由来すると考えられている。そもそも、 12世紀にイスラム社会の錬金術の発見を大衆向けに翻訳した数々のヨーロッパの翻訳者によってアルコールは上流技法とともにその上流物のこととしてヨーロッパに紹介された。多くの辞書ではある KHWL から来たとする説を紹介しているが、ある KHWL はアラビア語の原理では殺菌剤と眉積みに利用された。 アンチモン硫化物の非常に微細な粉体のことである。すなわち、サラサラしているという意味であり、エタノールが水に比べて、サラサラしているところから来ていると考えられる。オックスフォード・イングリッシュ・ディクショナリーによると、1672年以来、イギリスで流通している説では、アンチモン硫化物は天然鉱石の輝きやすこうを閉じた容器の中で、消化し生成する。このことから、 他の生成技法も含め、上流一般のことを指して、言うようになり、その後、上流物であるエタノールを示す語に添加したものと、考えられている。ただし、この説にも異論があり、コーランの三十七、四十七説にある、あるゴアルが由来であるという説がある。あるゴアルの原理は、精霊や魔人で、ワインの性質を与えるものといい味である。になるが、英語のグルや、 天体のアルゴールも、起源を、アルゴアルに持つ。スピラッツやスピラッツ・オブ・ワインが、アルコールの意味として、同義なので、西側社会言語では広く受け入れられている。語源、アルコールイコール、悪魔は、宣伝の目的で、アメリカ禁止運動によって1930年代に、使われた。日本には、江戸時代にオランダ語アルコールが取り入れられ、オランダ語の発音のまま日本語でも、 アルコール、ローマ字、アルコールと表記、発音した。ただし、歴史的仮名遣いでは、文節の始め以外の、ほは、音と発音するため、アルコール、ローマ字、アルコールと発音するものもいたと考えられる。昭和初期頃になると、アルコールに該当する物質は、アルコール、主精、エチルアルコール、エタノール、気酸化、エダン、メチルカビビノール等と呼称が多数になっていたため、 1931年、昭和6年4月に資源局が標準用語を決めて発表した際、アルコールに表記、発音が統一された。H の発音のないラテン語系言語のフランス語では、アルコールアルコール、イタリア語では、アルコーリアルコリーと呼ばれる。科学や産業の領域で、アルコール類は、主薬、化合物の合成原料、洗浄剤、工業用溶剤、 有機溶媒、燃料、消毒液などとして広く使用されている。最先端技術の領域では、ガソリン、あるいは有害な排気ガスを発生させる、炭化水素の代替品として、よりクリーンに燃焼するエタノールやメタノールを使用する技術が確立された。またアルコール類の中でもエタノールは、生態にとって毒性が、比較的低く、飲用まで可能なことと、水と比べて、 非極性物質を溶解させやすい性質を持っていることにより、医薬品、香水、バニラのような植物エッセンスの溶媒としてしばしば使用される。多くのアルコールが酵母を使って果実や穀物を発酵させて得ることができる。これらのうち、引用も可能なエタノールだけが発酵法で商業的に生産され、燃料や飲料の用途向けに用いられている。また、 燃料用であれば、例えばエチレンを原料に工業的に生産する場合もある。他のアルコールは天然ガス、石油あるいは石炭の副産物から工業的に生産されている。直差で炭素が多ま数個の高級アルコールは油脂を加水分解して得られる脂肪酸を還元することで製造される。最も単純なアルコールであるメタノールは、 触媒の存在下に一酸化炭素を水素で還元すると得られる。アルコールはヒドロキシ元を持つことがその特徴である。ヒドロキシ元のためにアルコールは他の分子と水素結合を形成したり極性分子としての性質を示したりする。そのため同じ程度の分子量のエーテルに比べ沸点や融点が高い。アルコールのヒドロキシ元が浸水性を持つ一方で アルコールのある切る元は素水性を持つ。エタノール、メタノール、プロパノールなどの分子量の小さいアルコールでは、ヒドロキシ元が支配的であるため水に対して無制限に溶ける。一方で、ブタノールでは水にほどほど溶解し、ペンタノールでは水から有利するようになる。アルコールは非常に弱いながら酸としての性質を示す。それゆえプロトン性溶媒と呼ばれる。 メタノール以外は、水よりも弱く、アンモニアあるいはアセチレンよりは強い酸で、ヒドロキシモトからプロトンを放出する弱い酸である。強弱塩基は、アルコキシドアニオンと呼ばれる。弱い酸の強弱塩基であることから、明らかなように、アルコキシドは強力な塩基として知られる。なお、同じくヒドロキシモトを持つフェノール類が、アルコールと区別される理由の一つは、 一般的なアルコールよりもフェノールの酸性度が強いためである。これはフェノールのヒドロキシ元がプロトンを放出した後に酸素原子状に残る不殿下が方向間へと非極在化できることが主な理由である。アルコールはアルデヒドやケトン、エステルなどを水素化、リチウムアルミニウムなどで還元することで得られる。アルデヒド、ケトンやエポキシド、 鳥置さんは、クリニャール子薬などの有機属を付加後に、加水分解すると、アルコールを与える。エステルを加水分解すると、アルコールとカルボン酸に分かれる。有機飽素化合物や有機頸素化合物は、酸化的に分解すると、アルコールに変わる。前者の分解は、ヒドロ飽素化と合わせ、アルケンからアルコールに変換する合成経路となっている。アルケンに、 ヒドロキシトを2個付加して1、2、ジオールとすることができる。4酸化オスミウム、シャープレス不正、ジヒドロキシ化が用いられる。特に後者はあるンに対して面選択的に酸化を行うことができる。アルコールの反応で最も重要なものは、ヒドロキシトが他の元に痴漢される、嗅覚痴漢反応である。実際にアルコールをハロゲン化水素酸、 例えば脳塩酸と強い条件で反応させると、ハロゲンカアルキルに変わる。ただし、嗅覚性の低いフッ素を除く。実験室的手法としては、ハロゲンカリンやハロゲンカチオニルをアルコールと反応させてもハロゲンカアルキルが得られる。嗅覚置換反応は、嗅覚性の強いクロロモと、あるいはハロゲの元の型に平行が傾く。しかし、条件を変えアルカリ性条件下にすると、 ハロゲンカール感はアルコールの方へ平行が戻る。これが工業的に合成アルコールを製造する一つの方法になっている。アルコールはそれ自身は嗅覚性を持ち、硫酸を用い低温で脱水するとエーテルになる。また、カルボン酸などオキソ酸との脱水縮合あるは酸ハロゲン化け物との反応ではエステルになる。硫酸存在下で高温で処理すると アルコールは脱離反応により水とアルケンを生成する。逆に、アルケンは酸触媒存在か負荷反応で水と反応させると、アルコールを生成するが、異性体が混合するので、限られた局面以外には合成法としての価値はない。第1級アルコールは PCC で酸化すると、アルデヒド、カマンガン酸カリウムで酸化すると、カルボン酸に変わる。第2級アルコールを pcc で酸化すると、ケトンが得られる。スワーン酸化、デスマーチン酸化、ジョーンズ酸化はアルコールからカルボニル化合物を得る人縁反応として用いられる。第3級アルコールは酸化されにくく、通常の酸化剤では酸化されない。低分子のアルコールは、花をつくと描写される、刺激性を持ち、種類によっては、得意な周期を持つこともある。 アルコール飲料としてのエタノールは、酒とも呼ばれ、有志以前より、多種多様な衛生的、食事、薬用、宗教、そして快楽を得る目的で消費されてきた。それは少量では、比較的害がないか、あるいは有用であると広く認知されている。しかし、一度に大量に摂取すると良いあるいは泥水の状態になり、高級的な健康被害や死をもたらす。 アルコールアリ症や急性アルコール中毒。また、アルコール飲料は EARC による発言性リスク評価でグループ1、人に対する発言性が認められるに分類されている。いわゆる悪酔いや二日酔いはエタノールの代謝物であるアセトアルデヒドが蓄積されることで生じると言われている。種類に微量を含まれるアミルアルコールもその原因の一つであるとも言われる。 エタノール以外のアルコールについては、グリセリンや、糖のように生物に不可欠な物質もあれば、メタノールのように強い毒性を持つものもあり、毒性の有無や強さは様々である。しばしば毒性が問題になるアルコールには、メタノールとエチレングリコールがあり、これらは体内で代謝されて比較的強い酸を生じるため、足動脂により臓器障害を引き起こし、最悪は、 死亡に至ることがある。このため、炭酸水素ナトリウムを静脈注射するなどして、血液の酸性化を抑える対象療法が行われる場合もある。また、メタノールは代謝生成物の偽酸により失明を引き起こすことが知られている。これらのアルコールは、エタノールと代謝経路が競合するので、誤飲した場合にはエタノールを多量に投与して利子。 酵素によって代謝される前に体外に排出されるように、代謝されたとしても可能な限り少量ずつにして害が出にくいようにする。そして、養酸の常駐によって、偽酸の代謝を促進し、偽酸による害が出にくいようにする場合もある。このほかアルコールでヒドロゲナーゼ阻害剤として、フォメピゾールを投与して、代謝速度を落として、代謝される前に体外に排出されるようにすることも、 ある。さらに、血液中に回っているアルコール類や、磁酸などの代謝産物は、水溶性であるために、血液透析などの処置が行われることがある。日本では、法律上、多くのアルコール類は、燃料、危険物として扱われる。その中で、エタノールは飲用される場合、市民の安全・控除領族を守るために、薬物として扱われ規制される。また 飲用のエタノールは、酒税法の対象とされ、高額な税金がかかるため、工業用などでは添加物を加えて、飲用負荷の状態としたもの、変性アルコールが流通される。アルコールのヒドロキシ元からプロトンを除去したアニオンが、金属と作る塩は、アルコキシドと呼ばれる。アルコールヒドロキシ元の酸性度が小さいので、一般に、強塩基性を示し、強い嗅覚剤でもある。 金属としては、アルカリ金属特に、ナトリウム、カリウムが利用される場合が多い。ただし、メタノール、エタノールなど、比較的酸性度の大きい場合はマグネシウムが利用される場合もある。フェノールは、ベンゼン管に、ヒドロキシ元を持つものの、一般的なアルコールとは区別される。方向属アルコールといった場合は、ベンジルアルコールのように、 便全感に直接結合しないヒドロ式を持つアルコールを指す。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。